今回は、ジャンプでは邪道の密室脱出漫画、エニグマを解説するわ。今の流行りを先取りした漫画だな。エニグマが一体どんな漫画だったのか、当時を振り返りながら解説しつつ、なぜ打ち切りになっていったのかを考察しているわ。エニグマ好きには少しきつい内容になっているかもだから、そんな人はブラウザバックを推奨よ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、エニグマがどういった漫画だったのか、簡単に紹介するわ。エニグマは、2010年から2011年の1年間、ジャンプで連載されていた、榊健二先生の作品。本作の主人公、夕闇高校1年の灰羽澄夫は、生まれつき、近未来を予測できる夢日記という特殊能力を持つ少年。彼は平凡に暮らしながらも、その能力を使って人助けをしていたの。ところがある日、顎骨を入れ替えた骸骨の映像を街中で見かけた澄夫。そのことを母親に伝えたところ、エニグマという言葉とともに、意味深なことを伝えられるわ。その後、特殊能力により日記を書いた澄夫は、日記の内容と同じことが起きてしまい、母親が突如、謎の失踪、一人ぼっちになってしまうの。この事件で澄夫は、エニグマと母の失踪との因果関係を疑い、エニグマの正体を突き止めて、母を連れ戻すことを決意するわ。と思った矢先、突如夜の学校の体育館で目が覚めた澄夫と6人の生徒たち。エニグマに72時間以内に学校から脱出せよと謎のいいテストと呼ばれるゲームを提案され、それぞれの願いをかけた密室脱出に挑むというミステリー漫画よ。謎解き系の漫画なんだな。ちなみに、この頃はどんな漫画がジャンプで連載されていたんだ？当時のジャンプはこんな感じね。かなり強い漫画が揃っていた時期で、短期打ち切り漫画は比較的少なかった時期よ。ちなみに同じ時期の新連載として、かの有名なライトウィングがあったわ。ライトウィングについては別の動画でまとめているから、この動画が終わった後にでも見ていってちょうだい。ライトウィング？刹那で忘れたんだぜ、そんな漫画。小ネタなんだけど、エニグマの作者、榊健二先生は、実は女性の漫画家なの。しかも、すごいよマサルさんや、ビュートフクジャガーで有名な、臼田恭介先生の奥さん。榊健二という名前は、漫画家としてのペンネームね。この情報を初めて知った時は、びっくりだったんだぜ。エニグマは、ジャンプでは邪道とされている、頭を使う系の漫画で、バトル系や、スポーツ系が王道とされる、ジャンプの中では少し異質な作品だったわ。邪道ジャンプ漫画で有名なところと言ったらデスノートだよな。邪道って言うと少し言い方が悪いかもしれないけど、それでも十分に面白い作品なのよ。次はこのエニグマの面白かった部分について解説するわね。エニグマの面白いポイントとしては、なんと言ってもその設定よね。エニグマが作り出した密室空間から知恵と能力を駆使して脱出する設定は、今までのジャンプでは珍しく、非常に新鮮だったの。少し詳しく教えてほしいんだぜ。主人公である灰羽澄夫を含め、7人の生徒たちは、エニグマが作り出したEテストというゲームに突如巻き込まれるわ。このEテストを簡単に説明すると、密室化された学校から72時間以内に脱出せよ、というもの。ルールは3つ。一つ目は、出口は屋上に続く一つのみ。窓を割って外に出ることや、学校入り口から出ることはできなくなっているの。二つ目は、脱出するにはパスワードが必要。ただし、一つのパスワードにつき、一人しか通れない。学校内には、Eテストに参加している生徒7人に合わせ、7つのパスワードが隠されているわ。そのパスワードを探すことが、Eテストにおけるメインの行動となるのよ。そして、最後3つ目は、校舎の廊下内はシャドウが巡回する。読んで字のごとく。学校の廊下には真っ黒な影が巡回しており、7人の生徒たちを妨害するわ。影から逃げつつ、7つパスワードを集め、無事学校から脱出する。これがEテストのルールよ。なかなか面白そうなゲームなんだぜ。そして、ゲームをクリアした者には特別な報酬が与えられるわ。それは参加者の心に思う望み。例えば、主人公の灰羽澄夫の場合、謎の失踪をした親ね。なるほど。一方的に脱出ゲームを強要されているんじゃなく、ちゃんと報酬はあるんだな。このルールだけを聞くと、どこにでもある脱出ゲームなんだけど、さらに各個人がユニークな才能というものを持っているわ。このユニークな才能がエニグマを面白くするポイントなのよね。ジャンプ漫画っぽくなってきたな。一体どんなものなんだ？ユニークな才能はエニグマに集められた7人が持つ特殊な能力のこと。過去に何らかのきっかけで発現した力のことで、その力を自覚して使う者もいれば、無自覚で力に気づいていない者もいるわ。集められた生徒たちは、この才能を駆使してパスワードを集めるために様々な試練に挑んでいくの。特殊能力×脱出ゲームという、少年の心をくすぐるワクワクする要素満載なのよ。確かにワクワクするな。
それぞれの生徒がどんな能力を持って、どうやって試練を突破するのかは、めちゃくちゃ気になるんだぜ。そしてさらに、Eテストの過程で、エニグマとは一体何か、自分たちを襲う影とは何なのか、など、ストーリーの本質的な謎も徐々に分かってくるわ。Eテストももちろん面白いんだけど、今まで分からなかった謎が繋がる瞬間は、推理系漫画が好きな人にとっては、たまらない展開よね。毎週目が離せないな。ストーリーを聞く限り面白そうな漫画に見えるけどな。一体どうして打ち切りになってしまったんだろうな。当時の連載順を追ってみていけばわかるんだけど、エニグマは徐々に人気が下がっている漫画なの。Eテストの途中まではそこそこ前の方に連載されていたんだけど、少しずつ後ろの方に連載されるようになっていったわ。このことについて考察すると期待値が高すぎたということになるわね。どういうことだ？冒頭で少しだけ触れたけど、このエニグマという漫画、ジャンプでは珍しい邪道系のミステリー漫画。さらに言えば、今までにジャンプではなかった要素がパンパンに詰まった設定で、ジャンプの読者には新しく新鮮なものに見えたと思うわ。だけどその期待とは裏腹に、ストーリーが少々都合のいい展開で進んでいったのよね。物語序盤は読者もEテストがどのように展開されるのかわからない部分も多く、今後どうなるのかハラハラドキドキしていたわ。だけど物語が進むにつれ、なんとなく展開が同じだと気づいてきたの。同じ展開ってどんな流れなんだ？Eテストの基本的な流れは、パスワードに関するヒントを主人公スミオの夢日記で見つけ、日記の内容に従って探しに行く。そしてそこで試練を突破してパスワードを手に入れ、次へといった感じよ。ミステリー系の醍醐味は今後どうなっていくかわからないハラハラドキドキ感。だけど流れがわかっていると、そのハラハラ感が半減してしまうの。言われてみるとそうかもな。さらに言うと、パスワードを集める試練を突破する展開に少し荒い部分が見て取れたの。荒いって、どういうところがだ？少しきつい言い方になるのだけど、後付けっぽい展開ね。7人の生徒たちには、それぞれユニークな才能があるのだけど、パスワードを手に入れるための試練は、その才能がないとクリアできない展開になっているのよね。才能を使って試練をクリアする、ということ自体別におかしくはないのだけど、その試練に対応する才能を持った生徒が参加することが、都合良すぎなのでは？と言われていたのよ。別に漫画なんだから、多少のご都合主義があってもいいと思うけどな。私もそう思うわ。だけどミステリーが好きで目の肥えた読者はそれを見逃さなかったわ。当初期待していたイメージを裏切られた読者はアンケートすらも書かなくなり、残ったファンは最初からエニグマを読んでいた子さんの人だけ。なぜならこの手の推理系漫画はあらすじを読んだからといって詳しく理解できるものではないからね。きちんと連載を追っている人か、単行本を欠かさず買う人しかついてこれないのよ。ああ、なんとなくわかる気がするぜ。少し時間が経つと、あれ？このゲームどんなルールだっけ？ってなるもんな。そうやって徐々にファンが少なくなったエニグマは、ひっそりとジャンプから去っていった、と私は考察するわ。なんか一番嫌な打ち切り方に聞こえてきたぜ。この動画を作る上で主は漫画を全巻買って読破したわ。その上で、参考までに Amazon レビューでも見てみようと覗いてみたら、辛口の評価が結構あって、びっくりだったのよね。個人的にはそこまで言うか？って思ったけど、どうなんでしょうね。エニグマの Amazon レビューを見て、何か思うことがあれば、ぜひコメント欄で皆さんの意見を聞かせてくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、2000年代に打ち切りになった名作漫画だけを解説考察まとめているんだぜ。皆さんが当時読んでいた懐かし漫画に出会えるかもしれないから、よかったらチャンネル登録よろしくな。では、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。